いやあ、先生気をつけてよ。よっしゃあ、前回、ミサネちゃんが、曲喪失ではなかったという事実を伝えられた、ナナシ君はびっくりしました。とさ、雑ね、これメニュー見よったらね、左下見て、500ビットもあるよ、いつもにか。この500ビットを使って何か買って、ハクヒさんにプレゼントをして、好感度アップになってまおう。はぁ、こんなところに繋がるのか。ゲームができたり？あぁ、こっから買うのね。プレゼント、うまいのかぼう。美味しいかどうか食べてみるけど、わからないそれダメだろ。ベビースターラーメンとか、レタス二郎とか、すごいなんか気になる名前がいろいろある。アイスボウとか確実に、シャッチン向けやな。餅！あ、餅って酔ったな、そういや。これ、あれやな。ハクジさんのために5個ぐらい買っていこう。やばい、残金がもう半分使っちゃったぜ。あと、アウハルロード、少女漫画。タイトルとはウルハラ、内容は割とドロドロしてる。すげえ気になる。何なんだろう。悲しみの向こうには、みたいな感じになるんだろうな。大丈夫かな。セブンピース。あれ ?6 ピースが増えてる。6ピース増えてるぞ、お前。7つのピースを集めるためにって、ちょっとドラゴンボールも走ってるぞ、お前。集めたら願い叶う方だったんかな。早口言葉は大事点。そう、すっげえマニアックな大事点もあるな。あと、セクシー。セクシー。結婚ね。ビューティーイズポークとか、ポンポンペイン。ほうほう。うさぎのメモ帳。マッスルプロテイン。心ビーズ。まあいろいろあるんやな。ほう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 、いろいろめっちゃある。めっちゃあるやん。指抜きグローブとかすごい暴力的だもん。買っとこうこれ。なあしくもパワーがいるからな。力が、敵を倒せる力が欲しいからな。よっしゃ、よっしゃ、早速あげに行くぞ、お前。ハクヒさん、ハクヒさん、プレゼントタイムだ。まずは正統派な感じでさ、餅が好きって言ったもんな。あんこはどうかは知らんけど。あら、あんこ餅ですね。皮が柔らかくとても甘くて好きなんです。ありがとうございます。きたー。よっしゃあ、もっと食え、もっと食え。お、お、イベント進んだ。こんにちは。よくここに来られますが、若いのに今時珍しいですね。ちょっと、こんにちはっていうタイミングおかしくないですか？プレゼントを2個もらってからようやくこんにちはってどんだけ無視されてるんだろうな、俺は。心身深いことはいいことですよ。いえ、俺、ハクさんと友達になりたいなって。おもり、おっぱいのために。おお、そのあらって言い方もエロいな。いいな、そのあらって声を聞くために俺は頑張ってるような気がする。うふふ、嬉しいわ。お姉さんが君のお友達になってもいいの？むしろ土下座する勢いです。そうだよ、土下座したら下からおっぱいの膨らみが見やすいもんね。ふふ、面白い子ね。そうね、全然いいわよ。あら、どうした？交代もね、電話だ。あ、お電話ですか。どうぞ、親子だなか二の次、いえ、百の次くらいで。そうですか。それでは失礼して。はい。もしもし、あら、すみません。私、物覚えが悪くって。あ、物覚え悪いんじゃ。ってことはさ、実はあなた、俺は実はあなたの3年前から生き別れた彼氏なんですって言うたら、真に受けてくれるかな。中学時代？それなら高田くんかしら。あら、まあ、そう、まあ、随分と声の雰囲気まで変わっちゃって、多分違う人だよ、それ。声の雰囲気が変わったんじゃないよ。それ違う人だよ、多分、ハクヒさん。うふふ、そうね。
もう何年も経ってるんだもの。変わっていても仕方ないわよね。それ声変わりとは違うやつじゃないかな、俺。事故に？あら大変。うん、あらまあ、そうなんですね。そうですね、なんとか。ああ、その日まだ大丈夫ですよ。うふ。はい、それでは。うわ、これ一般的によく言われるオレオレ詐欺ってやつでは。どちらからの電話です？中学時代に転校した高田くんだったわ。交通事故で入院したんだけど、お金がないらしくて、いくらか貸してほしいとお願いをされました。うわぁ、典型的なやつ。どうかされましたか？それ、詐欺じゃないですか？うわぁ、石鹸を知らなそうな七瀬くんでも分かってるぞ、これ。詐欺？何ですか、それ、美味しいものですか？人の良心を悪用する悪い人ですよ。関連プログラムが利用し始めてからはだいぶ減ったとは聞きましたけれども、実際に会ってお金を受け渡しするタイプは生き残っているみたいで、それでもかなり騙しやすい人じゃないとすぐプログラムを記録データから足がつくんですけども。そうですよね、この時代に騙す人なんて、いえ、この世にいらっしゃるのでしょうか。今までこんなことありました？そうね、前も貸した時返してもらいましたし。いくら貸して、いくら返ってきました？返ってきたの5万、3万だったかしら。アバウトだな、あんた借りた金額の方が多くて、返す方は少額の詐欺の可能性が高いな。なるほど。なるほどな、ハキさん。頭に行くはずの養分が全部おっぱいの方にいてるんですね。だからそんな感じで胸が大きいんだわ。それはそれでいいな。かなり忘れっぽいんですね。そうね、鈍感とは普段から言われてるのですけど。あら、お掃除が残っているのでした。あ、お邪魔しました、お邪魔しちゃったみたいですいません。俺これで失礼します。いえいえ、またいつでもいらっしゃってください。名前登録は？あ、そうか、まだまだプレゼントが足りないらしいな。餅だ、もっと食え、もっと食え。よっしゃ、進んだ。こんにちはって、さっき話しかけてばっかなのにさ、今日まだ一回も会ってないみたいな感じの鼻から入っていたよ。どうした、ポロンって言うんだよ。今のポロンってもしかしておっぱいが揺れるときの音だったんだろうか。いやいやいや、そんなことはないぞ、そんなことはないぞ。みんないやらしい方に考えるんだよ。あら、こんにちは、お元気そうですね。まただー、また詐欺師に狙われてるよ。あら、そうなんですか、ふふ。よかったですね。大丈夫ですよ、今日でしたよね。おいくらでしたっけ。また金の話だ。あ、はい、大丈夫ですよ、その額なら。そうですね、こっからだと1時間くらいでしょうか。はい、わかりました、それでは失礼いたします。前の電話と同じ相手ですか？そうですよ、今日会う約束なんです。うおー、ちょっと待て、会う約束とか言っちゃった、お前。本当に会うんですか？そうですけれども、俺もこっそりついていって大丈夫ですかね。遠くの物がけからこっちのこっそり覗く感じで。こら、そんなことしちゃダメでしょ、もともと二人で会う約束だったんですから。いや、それそう。誰にも邪魔されずに済むためように導けてるだけだから、それ。わかりました、すいません。それでは私は行きますね。なるほど、こういう感じで話が進んでいくんじゃ。心配だからついてきちゃった、バレないようにしなくちゃな。多分ミサネちゃんに怒られるだろうからな。いいんだよ、事情を話せば多分ミサネちゃん分かってくれるタイプのやつだよこれ。いや、ほんと助かったよ。こちらにございますよ。お、いた。これで大丈夫でしたでしょうか。いえ、お礼なんていいのですよ、給油なのですから。これでなんとか治療することができるよ。それじゃあ僕はこれで失礼する。お金も気をつけ、おかげも気をつけて失礼いたしますね。おっとっと、隠れて。ハクギさん、本当にお察しちゃったみたいだな。もしかしたら本当に昔の友達なのかも。人は認めじゃないって言うし、心読みを使えば。来た、お箱。今時は本当に騙せるんだな。いいかもが見つけてよかったぜ。しばらくお金に困りそうなことはないんだ。ブヒヒヒヒ。それにしてもおっぱいが大きかったな。
今度は体目当てで攻めてみようかな。ブヒッ。わあ、見た目通りだった。でもここの声を録音できるわけじゃないし、ハクさんに言っても信じてもらえないんだろうな。いろいろと考えておかなくちゃ。あ、工事団体電車を混み始めるから早く帰らなきゃ。まあなんとかなるでしょう。帰ってきたんじゃ。で帰ってきてさ、ヤッホー白木さんみたいな感じで来たんだな。これ何このゲームの展開時間軸がよくわからんねや。はい、白木さん、今回あら、こんにちはっていうねまたさっき話したばっかだろっていう感じでね進んでおりますが、おーし、どうした？あら、そうですかって、何一人で話してたお前はでもそんな天然なところが可愛いのだ、白石さん。これはまたプレゼント与えてよかった。あんこ餅5個買ったんがよかったかもしれないな。おー、進んだ。あー、まだ出かけるんかお前。絶対かもらえるぞお前。いや、俺は大丈夫なんですけど、どこに行かれるんですか？以前と同じですよ。ちょっと足りなかったんですって。ちょっと足りなかったってわあ、やっぱりかもられてるなお前。追加料金？そういうのですかね。まあ手術費に予想以上にかかってしまうことってありますからねあるんかな。あ、はい、気をつけてください。あの人がいた。お、ちゃんと話したんじゃ。なるほどな。だからちょっとついてきておられませんかね。なぜもっと先に相談しなかったんだ。いえ、だって高宮さん外回りばっかりでほとんどここにいないじゃないですか。おかげさまでここのやつらの相手だけでも毎日走っていられる程度にはな。くっ、胃の調子が。胃薬いります？いや、自前のものがある。とにかく急いだ方がいいな。現行犯の方がいろいろと面倒にもならない。お供します。あの男の人です。来たぞ。へ豚野郎、お前を豚僕にぶち込んでおく時が来たのだ。白部屋さんはあんなに騙しやがって許せんぞ。で、あれは持ってきてくれたのかな。ブヒヒヒヒ。はい、こちらに。あの袋に入ってるのはなんだ？お金ですね。10万くらい入ってるみたいです。10万？前は20万でしたよ。二度目か、本当に。あいつは今渡してます。そこにいる黒服の男性、少しだけお話を伺いたい。頑張れ高宮さん。すごい、のしかかってる、ワイルド。すごい楽しみ方してるわ。そのまま手錠、ドラマでしか見たことない手錠。あ、本物じゃないけど手錠は俺でも持ってたか。ふう、情報ご協力感謝するよ。だからあいつ、俺はあいつの昔の友達なんだって。何も変なことしないだろう。ブイー、口を閉じろ、話を書で聞く。中学時代あいつと同じだったからわかるが、まず高田は女子生徒だ。えあ、そうな、おったんじゃ高田って。ちゃんと私騙されていたのでしょうか。あ、おったんやな高田っていう生徒は。ちゃんとけど性別は間違ったらダメだろお前性別ぐらいは覚えといてあげろよ白衣さん。騙されてたよお前そうですよね、もっと用心深くならなくちゃ。いや、何か俺もいろいろ驚くことばかりでしたよ。あ、一緒に帰りませんか。おっと、さらっと一緒にいることを誘ってるな。はい、反省しなければ。よかった、解決したわよ、とりあえず。うらー、あんこう餅帰るだけ買ってきたぞお前。ついでにあんこう餅の養分がおっぱに行ってバストサイズがアップして一石二鳥、一石二鳥だぞこの野郎、感じまったぞお前どんどん餌付けしている。来たー総理。こん、おっと、うわー、お説教中かな、入れそうにないな、ちょっと隠れておこうっと。おー、高宮さんか。だからちゃんと聞いてるのか。ええ、すみません、何度も何度も昔からご迷惑ばかりかけちゃって。いや、俺に迷惑をかけていることは気にしなくていい。あら、どうして。自分の心配をしろと言っているんだ。はい、なんかちょっとこの二人の間にもラブコメの波動が見えてる。
あらまあたっちゃん、そのところがほつれてますよ。たっちゃんって呼んでるの？何それ、タッチじゃないんだからさ、お前タッチの南じゃないんやけんさ。うん、そうか。それに左袖もあちこちに、タッちゃんこそ自分の大事にしてください。く、すまん。おお、ラブコメの波動がさらに強くなったぞ。あ、はい。おお、食い逃げ。ほう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 。おお、あら、七瀬さん、いらっしゃったのですか。ごめんなさい、気がつかなくて。いえ、随分とお説教されてましたね。ええー、私、すべて私の不徳のいたところですから。もう少し人を疑ってみることもしてみては。俺もあんまり人のことは言いませんけど。そうですね、気をつけなければ。ちなみに猫って成長すると虎になるらしいですよ。あら、初耳です。なるほど。だから虎も猫科なんですね。いきなり騙されてるやん。染みついちゃってる感があるな。でもそこがいい。そういえば高見さんとも中学同じだったんですね。そうですよ。あとはしっちゃんもね。しっちゃんって誰だ。あ、したらさん。あら、今思い出してました。お友達になるのでしたよね。すみません、忘れてしまっておりました。忘れられてたんだ。これまでなかなかしないなと思ったら忘れられてたんだ。え、あ、はい、承認します。もちろんもちろん。きたー、やった、白衣さんのおっぱい友達。おっぱいじゃないわ。おっぱいとは友達にならない。おっぱいとは友達にならない。白衣さんと友達になっておっぱいを眺める。もうそれでよし。よろしくお願いしますね。あ、こちらこそ。ふふ、七瀬さんもね。これはうちのお守りです。ご加護がありますように。やったぜ、お守りやって。白衣のお守り。うわー、これもとったらいつでも白衣さんが背後にいるかのごとく、背後で守ってくれてるかのごとくだわ。やったぜ、これでお友達になったわけで。オーラでいい人だってわかる。おお、信頼されてるな。やったぜ、あんこ餅何個も何個も見ついた甲斐があったわ。あと最後にこれも見ついとくぞ、お前。あはんなピキンに来た。おーっと、ストレートに受け取ってもらいました。それだけか。反応薄いな。